本日は第101回全国高校サッカー選手権大会準決勝第1試合、鹿児島県代表神村学園高等部対岡山県代表岡山学芸館高校の試合にご来場いただきまして誠にありがとうございます。試合に先立ちまして両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。はじめに赤いロングユニフォーム、鹿児島県代表神村学園高等部のスターティングメンバーの紹介です。1番ゴールキーパー広川武、3番ディフェンダー大川武、20番ディフェンダー中江小次郎、9番ミッドフィルダー関天穂、14番ミッドフィルダー大迫塁、15番ミッドフィルダー佐々木純、23番ミッドフィルダー金城レオ、12番フォワード石丸リンド、13番フォワード福田志陽、続きまして控えの選手です。17番ゴールキーパー深川修也、2番ディフェンダー下川春人、6番ディフェンダー長島大成、24番ディフェンダー難波大和、8番ミッドフィルダー高橋修斗、21番ミッドフィルダー川端照馬、27番ミッドフィルダー増山優斗、10番フォワード縄田岳、18番フォワード田中敦、監督有村圭一郎。続きまして水色と黒のユニフォーム、岡山県代表岡山学芸館高校のスターティングメンバーの紹介です。12番ゴールキーパー平塚仁、2番ディフェンダー福井慎、3番ディフェンダー田口大志、4番ディフェンダー井上翼、5番ディフェンダー中尾隆、6番ミッドフィルダー田口優馬、7番ミッドフィルダー木村京吾、8番ミッドフィルダー岡本温人、10番ミッドフィルダー山田葵、9番フォワード今井拓人、11番フォワード田辺望美、続きまして控えの選手です。1番ゴールキーパー矢野明、13番ディフェンダー平野大輝、16番ディフェンダー藤田剛、14番ミッドフィルダー田村美奈奈、15番ミッドフィルダー中山春馬、17番ミッドフィルダー石川晃生、19番ミッドフィルダー木下瑠希、18番フォワード木村かなと、20番フォワード坂口空、監督高原義明。最後にこの試合のマッチコミッショナーと審判団をご紹介いたします。マッチコミッショナー秋元宏、主審酒井達也、副審小出隆彦宮原達也、代打審判瀬田隆彦です。まもなくキックオフです。試合開始まで今しばらくお待ちください。